T1 ケノービー面白かった。マジ嬉しい。バニーガールではなくてサンタなんですけど、始めました。こうしたらめっちゃ冬でもいけます。セクシーかな。ちゃんとでもここら辺まであるからね、鎖骨ら辺まで。全然ダダン、ブカブカ。こちらはチヒの中華です。違います。違います。私服ではありません。これ大丈夫よね。フィギュアね、見れてないんですよ。本当に見る時間とかなくて全然見れてない。こんな可愛いのにクリぼっちとは。いや本当よね。バンされない？大丈夫？されるかな？が、フィギュア言わん方が。え、全然言ってください。全然言っても大丈夫ですよ。どうせあのツイッターで回ってくるんですよね。こうたとえ見ないようにしててもツイッターで回ってくるので。鈴かわいい。お腹鳴った。入社しました。4回転アクセルってすごいの。すごいよ4回転アクセル。もう意味わからんよ4回転アクセルは。意味わからんよね。でもなんか女子で90点台出したみたいな、ショートで。男子勢がおどおどしちゃうよねって。ちひら TO のあさかちゃんが公園に来てたと聞いて。そう、あさかちゃんはね公園に来てましたけど、なんかでも私も知らなくて公園来ること。びっくりした。こんばんは。ジングルベー、ジングルベー、鈴が鳴る。なんかまたさ、今度カラオケ配信したいと思うんですけど、ももクロさんとか歌っちゃダメですもんね。それがな、ちょっとな。目飛び入れてるとこ見たかったです。今日は2、3回ぐらい目飛びれました。ね、走り出す音よ。ダダ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 。インスタ始めましたね、佐藤てるさん。1日で 5.8 万人とかフォロワーって。やばい、もう抜かされるっていう感じです。スタースターって感じですね。
万とかより嬉しい。最近ますます可愛いなってます。嬉しい、メイクのおかげかな。今日はでももう顔死んでるけど。うん、これ着るだけでめっちゃあったかいよ。チータン YNN で一番良かった。私はねカラオケですかね。カラオケが好きですね。やっぱカラオケ好きです。走り出す仕事よ。今日聴いた曲は、うん、ワニマさんの共にとももクロさんのその外テルの外テル選手の登場曲と、あと個人的に楽屋で歌ってたのが糸井選手の登場曲。そう、公演で見てファンになりました。ありがとうございます。嬉しい。高級食パンとそんなに違いも全然違いますよ。耳がねめっちゃうまい。あとちょっとミルクみたいな味がします。ミルクというか滑らかな、まろやか、なんかちょっとむずいんですけど、舌触りも違う。楽屋で歌ってたんかーい。歌ってました。公演前眠そうやったのが嘘みたいに踊ってた。そう、嘘みたいに踊らせてもらいました。歌めっちゃ上手なのでミュージカル今が楽しみです。マジ嬉しい。でも本当に普通の練習量じゃ足りないと思うのでビビってます。ビビってるな。マントいるよ。マント入れます。片方だけ見せとく。走り出す。今日でも YNN、新 YNN さんの24時間テレビでね、コジリンとユウちゃんとウーちゃんが公演の実況をしてくれてたんですけど、なんかあんま見てなかったみたいな話聞いてマジって思いました。でも実況してくれるだけありがたいですよね。ほんとたくさんの方がその実況してくれることによって見てくれると思うので。眠くない？眠いです。でもこれクリスマス以外の日にやったらおかしいかなと思って、はい。ミュージカルのコンビニ支払い期限が今日の日付変わるまでらしいです。ですって皆さん、私のミュージカルシェイクス2022に出演するんですけど、その予約してくださった方はぜひ今日まで支払いみたいなのでお忘れなく。こんばんは。クレジット決済の、なるほどね、クレジット決済ね、いいですね。
お支払い済みです。おお、楽しみ、楽しみやけど不安。表情筋動くかな。はじめまして。はじめましてじゃないな。かゆ、鼻かゆ。1月の新春公演と4日のウィンク公演申し込んでね。そう、4日もウィンクなんです。仕事始めがウィンクかな。ウィンクの公演。クリスマスケーキ食べました、自分で一人で。どこかで鐘が鳴ってらしくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、うん、あ、仕事始め1日やけど、1日はもう仕事始めに入ってなかったです、私の中で。まだ年末の気分ですね、仕事始めじゃなく。あれ、なんで恋なんかしてんだろう。せいやだなんだと繰り返す歌と、わざとらしくきらめく街のせいかな。君が好きなんとかでかりんちゃんやられてた。個人でやられんねん。ゆいなちゃんと同じ気持ちで見てた。近鉄アート館ってウーカンの信長やってたとか。そうです、そうです。会いたいと思う回数が、もう声やばいよ今日。会えないと痛いこの胸が。漆黒のチェイサー見てないの。その時何してたかな、ちょうどお風呂入ってたんじゃないかな多分。君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分で分かってるよ。クリスマスキャロルが流れる頃には、あのシオンが大好きです。鶴さん公園で来てたのね、サプライズで来てましたね今日。でもなんか知り合いの千尋さん多かった。知り合いの千尋さんっていうか知ってる方が多かったですね。ベリーグッドマンハイライト大好き。でもパッて今浮かんでこない。めっちゃ好きなんですけど歌が浮かんでこないな。何やったかな。君が好きだ。知り合いの、みんな知り合いですけどね。公園観覧ぞはじめは慈悲のいる公園がいいな。ねえ、ほんと皆さん慈悲のいる公園に来てください。セカワのサイレント、サイレント聞いてるけど覚えてないな。今日はクリスマスに劇場慈悲に会えて嬉しかったね。私も嬉しかった。今ラビーの独り言カルタ見てます。おお、ありがとうございます。めっちゃ面白かったあれ。深夜テンションすぎてもうほんとみんなこれで合ってるみたいなことしてましたね。恋人はサンタクロース、ディデン。
強そう、なんか（笑）マーベルに言いそう怒られる慈悲の歌めっちゃ好き。嬉しい。初見です。ありがとうございます。こんばんは。貞治良き。ねえ、面白かった。貞治っていうコーナーがあったんですけど、王貞治さんにあやかって、ちょっと、あやかってというか、名前を使わせていただいて、本当、ありがとうございましたって感じです。慈悲は声優やってみたいですか？うん。やってみたい。興味はありますね、すごく。めっちゃバランス良かった。嬉しい。ちるちゃんは絶対音感というか音外さないよね。外しますよ、全然。私は神企画多かった。みんながでも、みんな全員が楽しんでたね。まあ、今までも楽しんでたんですけど、なんかずっと笑えてたというか楽しかった。慈悲の一本足打法完璧なんよやっぱね、その野球好きのプライドとしては完璧に近づけたいですよね。阪神キャンプ有観客でって発表されたから、ちひレポートのお仕事入ってほしい。行きたい、キャンプ行きたい。でも舞台が2月6日までだから、そのあとぐらいにね、まだ多分キャンプは終わってないので行きたいなと思いますけどね。行きたいですな。ずっと描いてた夢の場所へ、僕らなら行け、まだ終わらないこのストーリー、記憶を超え、記憶となれ、記録を超え、記憶となれか。間に合ってます。粉雪ね、心まで白く染められたなら、はあはあ、マジで声出えへん。もう舞台当たったから今度こそ見に行けると信じてる。うん、来てください、ぜひお願いします。甲子園でベリーグッドマンのボッカさんと記念撮影してくれ、いいな。ベリーグッドマンさんかな、ライトスタンドでライブしてたじゃないですか、甲子園の。それ見てめちゃめちゃ感動しました。私もう甲子園の景色もいいし歌もいいし、もうどないしよう思って、おうち時間もそれだけで満喫できたなっていう感じでね、うん、めっちゃ楽しかったですね。今日21時まで部活だった。クリスマスなのに。そんな、クリスマスはね、クリスマスっていう名前がついてるだけで普通の日常と変わんないですよ、みんな。まあちっちゃい子はサンタさんが来るかもしれないけど、あんま変わんないですよ夢見させたいところですけど、あんま変わんないかなっていうのを最近思ってます。うん、ケーキ食べました。ケーキ、あ、そう、ケーキは食べれるね。ケーキ食べれますよ。そう、まあ、でもやっぱ街
に人が繰り出してた、いつもよりクリスマスやからかな。まあでもイルミネーションとか街の雰囲気がね、やっぱあのいいですよね。友達と行っても楽しいし、カップルで歩いてても絶対なんかロマンチックな気分になれるし、ロマンティックかにいいですよね。イルミネーション見に行ったらめっちゃ混んでて浮きましたいいですね。チキン食べた、あチキンライスでいいややったっけ、チキンライスがいいややったっけ、あの歌いいですよね。なんか温かいというか、クリスマスからお正月までの期間が一瞬、マジ一瞬になれたら、なればいいな。チキンライスバレた、チキンライスって言ったのバレたチキンライスって言ってもうた、ごめんみんな、自分を主張しすぎた、チキンライスって言っちゃった、チキンライスをめっちゃおもろい、あーおもろ、好きなアルファベット C チキンライスめっちゃおもろいなチキンおもろいチキンライスいいですね面白い、あ面白いフフフ、俺は6、関西のフィギュアはレベル高すぎるの、そうなの、手はねちっちゃいって言われますね。大きく見せる、大きく見せれるけど小さいかな。多分小さいですね。サンタコスどうなってるんですか。こうなってます。ドゥ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 。寒そうでしょ。寒そうなのでね、マント羽織ってたらあんま寒くないですね。セクシーサンタ、わお、チヒンライスってなんや、なんやねんチヒンライスって、誰がそんなこと言うてん、じゃあね、もう終わりたいと思います急に終わるっていう、すごい壇上がほとんどトラ、ありがとう、みんな来年トラ年やからずっとこのアバター使って。13位ズッコロさん、12位つよぽんさん、11位福永さん、10位ナオキックさん、9位野原しのすけのすけさん、8位たっちゃんさん、7位くにさんさん、6位しゅうさくさん、5位ワーリーさん、4位ひんちゃんさん、3位リンゴリンガリンゲストさん、2位しもりんさん、1位かんつきさん、ありがとうございました。
かゆ。ありがとうございました。ありがとう。ちょっとね、じゃあスクショタイムなので、ちょっとはい、ダダン、スクショしてください。こうしたらいいんじゃない。あ、ちょっとあれか、これでいいか。髪の毛が前にあったらいけるな。夏みたい。夏の格好なのよこれ。トナカイサンタですイエーイ。寒い。最高のクリスマスです。よかった、ありがとう。じゃあ終わりたいと思います。皆さん良いクリスマスを。もう残り少ないですけど、良いクリスマスを過ごしてください。おやすみ。もうちょいアップもお願いします。もうちょいアップ、もうちょいアップしたらな、もう服見えへんねんな無理くり、ありがとう。またね、バイバイ。